原田窓かは日本のリュージュ選手。長野日大高校、新州大学卒業、82銀行所属。ト人リのバンクーバー両オリンピック日本代表。父の仕事の都合により、ブラジルで生まれ、3歳までベロオリゾンテで過ごした。長野県長野市25、小学5年生の時に、父親が1998年長野オリンピックの リュージュ担当競技役員になったことがきっかけで競技を始める。中学生時よりジュニアのワールドカップに出場。2003年12月、全日本リュージュ選手権大会で初優勝。2004年にリュージュワールドカップ初出場。2006年2月、トリノオリンピックに出場し、ワールドカップを含めても自己最高順位の13位となる。 2007から08シーズン開幕戦で自己最高を更新する11位。2008年5月よりイタリアに留学し、イタリアチーム監督のワルター・プライクナーに指導を受ける。リュージュ世界選手権では2007年22位、2008年19位、2009年31位。2010年2月、バンクーバーオリンピックに出場して、感想27人中26位に終わった。 ありがとうございます。